どうして今頃たくまの夢を。落ち着けアスカ。スーパーガッツの隊員とマロブロが地震ごときでうるたえるんじゃない。なんだその格好は。脱げ脱げ脱げ。隊長、それこれってなんだ。それって震源地は中国大陸、現地の被害は調査中です。地震直後から大陸各地の発電所で次々と事故が。地震との関連は。事故の原因は分かりません。でもまるで何者かが発電所を破壊しながら東に移動しているようです。アスカ、警戒区域はパトロールだ。出撃ラジャ。あれ、何もいねえな。日本上空天気晴朗、レーダーも異常なしと。ああ、拍子抜けしまった。なんだこいつ。その格好。あ、アスカ、ねえ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 、見て見て見て、彼、青木春近くん、来年にはね、世界に打って出るんだから。お前、日村に夢中なんじゃなかったっけ。まあね、大リーガーもいいけどね、今はね、レーサーが旬なの。私って恋多き女だよね。勝手に言ってろ。アスカもね、真由美先輩にね、診察してもらった方がいいんじゃないの。だってね、美人のね、怪獣見るなんてね、欲求不満なんじゃないの。余計なお世話だ。前には言われたくない。どうです部長、やっぱあれって幻だったのかな。異常なしよ。それからその鳥、幻じゃないかもしれない。え、中国の伝説に虎鶴鳥って怪鳥がいるわ。不吉な鳥で人の死や国の滅亡を予言すると言われてるの。私も見たのよ、夢で。女性の顔をした鳥を。夢ですか。虎鶴鳥は予言したわ、また悲劇が起こるって。昔と同じように。昔って真由美さん。あとお願いね。ガゾートって怪獣ご存知ですか。ああ、確かクリッターの変異体で東京湾のマイクロ波発電施設を破壊した。あのヒタクマはガゾートに襲われた航空機に乗っていた。でも
私を助けるために魂となって現れた。この間のレースで1万2000ぐらいでもたついてるんだけど、調子見といてくれるかな。はい、じゃあ調整しときますね。青木春近さんって人いらっしゃいますか。俺だけど。え、あー、本物の春近くんだ。私緑川舞っています。あのモテギのレース見てすかで大ファンになっちゃったんで、あのすいません、受けさせてください。そういうのやめてくれるかな。え、私何か。まだそんなのもらえるようなレーサーじゃないし。あの、ここで見学しててもいいですか。悪いけどこれから出かけなきゃいけない用件があるんだ。あの、私もついてっちゃいけません。東京上空に異常なプラズマ雲が発生。スーパーガス団員は緊急集合せよ。繰り返し。まさか。アスカ、何を勝手に出撃するんだ。すいません、でも今は説明なんかしてる暇はないんです。何？懲罰もんだぞ。東京上空のプラズマ雲は古学長です。奴は事件の予言をしていたんです。予言だと？あいつ本格的におかしくなったのか。隊長。おう。アスカの言ってることは正しいかもしれません。何？シュードタキライト、地震で岩盤がずれるとき摩擦熱でできる地震の化石と言われている石なんですが、これがそうなんですが、これがアルファ号の機体に。怪獣は地震で起こる電気エネルギーを吸うためにこの地震の化石を身につけてしまった。そして空中でばらまいたとしたら。じゃあもしあのプラズマ雲がプラズマ生物だとしたら、発電所ばかりが狙われたのも説明がつきますね。うん。そのプラズマのせいでビジュアルレコーダーが撹乱された。クリッターではありませんが、成層圏は地球の中のネオフロンティアです。まだまだ未知の生物が隠れている可能性も。プラズマ生物、捕獲長か。やっぱりお前か。ビーム攻撃は無駄よ。あんたが古学長って呼んでる怪獣はプラズマの塊なのよ。任せとけ。アンチプラズマ弾でエネルギーを吸収してみせるさ。撃て。消滅だぜ。真由美さん、もう安心してください。古学長はやっつけました。もう昔のような悲劇は起きません。でも不吉な予感は前よりもずっと強くなってるわ。真由美さん。その頃、舞は春近と共に拓磨の思い出の地を訪れていた。ごめんね、ついてきちゃって。兄貴もレーサーだった。調子上がってきたな拓磨。次のレースは優勝だな拓磨。優勝できるかどうかより大切なことは諦めないことだ。兄さん。
僕は兄貴の志を継ぎたい。夢が果たせるかどうかは分からないけど、諦めずに走り続けたいんだ。きっと叶うよ。お兄さんだって見ていてくれるもん。嘘でしょ。隊長、東京湾に小学長が現れました。何？あいつはまだ来たまってなかったのか。あそこは昔マイクロ波発電システムがあった場所だ。しかし成層圏のクリッターに悪影響を与えたこともあって計画は中止されたはずです。地上の施設は撤去されても地下の超電導リングは非常用の電力システムとして残されている。じゃあ超電導リングには膨大な電気エネルギーが。よし、元気だ。時間はね、前へ進むんじゃなくてぐるぐる回ってるだけだって聞いたことがある。だから歴史の悲劇も繰り返されるんだって。でもぐるぐる回ってるみたいで螺旋階段は前より高いところに登ってるじゃないですか。昨日よりも今日は良くなってるはずです。たとえ少しずつでも。あれは？安全なとこに避難してください。アスカ君は？俺絶対歴史を変えてみせます。弱点は分かってんだ。アンチプラズマ弾を食らえ、小角長。やったぜ。やった。無茶しやがれ。ガンマ号、アンチプラズマ弾をぶち込め。アルファ号と我々は援護に回る。ラジャー、ラジャー。中島隊員、全然効いてないわ。超電導リングの中の電気エネルギーが空中放電して骨格長に吸い取られているんだ。はい、こっち。新庄さん、アンチプラズマ弾が効かないなんて。ゼレットが行かれちまった。やべ、行きます。行かないで。もし兄貴でもこうすると思います。また悲劇が起こる。
性が効かねえぞ。大切なことは諦めないこと。君なら変えられる。のプラズマエネルギーを自らのパワーにした。失ってるだけ。よかった。たくま、たくまなの？あの予知夢は顧客帳じゃなくて悪魔が知らせてくれたのね。まさか兄貴が。いいえ、きっとお兄さんよ。きっといつか誰かが説明してくれると思う。魂はプラズマだとかなんだとか、でも今はそんなことどうでもいいの。歴史は繰り返す。でも少しずつ歴史はいい方向に変わっていくのかも。青空がある限り風は時を運ぶよ。勇気がある限り夢は必ず叶う。涙が溢れるまま赤い地平線の彼方明日。
ラセスタ星が消えた時、サトルは母から地球人ではないと告げられる。サトルに課せられたラセスタ星の遠い約束とは。次回ウルトラマンダイナ少年宇宙人、お楽しみに。